メリークリスマス、ひとりでございます。本日12月25日クリスマスの日ですが、劇場版ポケットモンスターココが公開されました。でその映画では劇場入場特典みたいなのがございまして、それを私受け取ってきましたので、今回ねそれをご紹介させていただきたいと思います。で私はですね、朝8時ぐらいに20代中盤の男がチャリでね漕いで映画館まで行って、それでクリスマスなのに一人でね、映画を見てまいりました。しかも子供向けの映画ということで、ですがね、その会場を見たら、まあ日付的な問題もあるのかもしれないですけど、結構大人多かったですね。半分ぐらい大人でした。しかもカップルみたいな人意外といなくて、みんな寂しい人なのかなみたいな感じでしたね。ですが結構私より年上っぽいね大人の方とかもね結構いて、どういう人が見てんだろうっていう感じでしたね。子供もまあまあバラバラと言いましたけど、大人の方が全然多かったですね。まあそういう点ではまだね寂しい気持ちにならなかったんですけど、私映画から帰る時に中学生がですね、男女でなんか家の前でねクリスマスに似つかわしいイチャイチャみたいなのをしてたので、私はすげえ悲しくなりました。20代中盤のこの男がね朝早くからねザルードを受け取るために映画見に行ったなんてね、なかなか悲しいクリスマスだなと思いました。とはいえまあ映画ね結構楽しかったです、映画自体も。でどんな映画かっていうのはちょっとここから全くネタバレしたくないよっていう方はちょっとブラウザーバックしていただければなと思います。ただその話の根幹的な部分のネタバレはしませんので、まあちょっとネタバレするって感じですかね。じゃあ話していきます。でこれはもうねすでに公開されてたんで言っちゃいますけど、まずね父ちゃんザルードがいて、それでココがいて、この2人のね、親子の関係がね中心となったテーマでございます。まあ結構ね映画とかであるベタな親子の物語っていう感じですね。でココはどんな存在なのか、それでサトシとの関係は、どういう風に進んでいくのかみたいなのがテーマなんですよね。で一言ではっきり言ってしまえば、私は結構ね感動しました。普通のね映画とか見るよりよっぽどね、私なぜかわかんないけどポロポロと来そうなくらいではございました。で最後のね終わり方とかもかなり秀逸で、あこういう展開していくんだって、それはよくある映画とかでの結論とは違って、ポケモンと人間がいるからこその結論みたいな感じで、かなりね大人としても納得いくようなしっかりした内容で、結構感動しましたよ本当。で具体的な内容についてちょっと言うと、まず一番最初のね冒頭がマジでやばいっすね。超引き込まれました。なんかミュージカル風な感じで、それでめちゃめちゃとにかくかっこよくて、私が思い出したのは最近のシリーズの猿の惑星ですね。まあどこが似てるとは言ったらもう分かっちゃうんであれですけど、いやめちゃくちゃその世界観がね異常で、しかもめっちゃその盛り上げてくれるみたいな高揚感みたいのがねあってね、あの劇場入場特典だけ欲しい人もいると思いますけど、そこだけはね見るべきだと思いますよ。マジですごかった。でサトシとかもね当然出てくるんですけど、内容的に今回の映画サトシというより本当にまあココとあとザルード、これがねめっちゃメインで、なんかサトシ出てきたけどちょっとついで感あるかなみたいな、そんな感じがしましたね。一応私ね昔子供の頃ミュウツーとルギアとジラーチ、ラティアス、ラティオス、あとエンテイとかはちゃんとね私劇場で見てるんですよ。それと比べてもあまりにもあれサトシ出てこないぞみたいな、そういう感じがありました。まあでも逆にそれが新鮮ですごい良かったですけどね。でもうちょっとストーリーに触れると、まあこれはねどのポケモンシリーズでも一緒だと思いますが、悪役がいるんですよ。で悪役と結局戦うみたいな、それなんですよね、いつも通りってことです、つまり。でそのね戦いがね私からしたら、ちょっともうポケモンバトルを見たいわっていう風に突っ込んでしまう感じでした。まあこれ以上は言いません。まああとね印象的に残ったのが、途中で花火が上がるシーンがあるんですよ。別にそれはあんま物語上と関係なく、なんか風景みたいな感じで花火が出てくるんですが、その象徴的な印象がね最後にも、まあこれは物語の核心とはあんま関係ないですけど、なんか出てくるんですよね花火っぽいのが。それがあこれリンクしてるんだみたいな、だこっちの花火で印象付けたものを最後にも出してくるみたいな感じで、うわこれすげえめっちゃ感動的だわっていう感じがしましたね。だこういうところまでしっかり考えられてるってのがめちゃくちゃすごい作品なんだなと思いました。ただちょっとね悪いっていうか若干うんって思った点がございまして、それはなんか禁じ手みたいなのね2つぐらい使ってるんですよね。でそれ何かっていうと、まず1つ目が悪役がむっちゃえぐいってことですね。詳しくは言わないですけど、まあ悪役は歴代ねみんな悪いこと知ってますけど、今回の悪役はマジで生々しくて人間味のあるね、そしてリアルな、これ子供に見せちゃっていいのみたいな、そういうリアルに悪いことみたいのをしてるんですよね。
これどうなんかなとは思いますよね。でもう一つの禁じ手は、まあ、ザルードがね、まあ悪役と戦うわけですよ。それで、まあ、ザルードはねピンチになります。まあ、それはどのね映画とかでもあると思うんでネタバレじゃないと思うんですけど、そんなに。でそれでもうやられそうになると、そしたらあることが起こるんですよね。でそのあることっていうのがめちゃくちゃズルっていうかそれやっちゃったらもともとその大事にしていた我々の気持ちみたいのがなんか無駄になるっていうか、それできちゃったらもうズルいやんみたいな話があるんですよね。それもちょっと、まあ、詳しくは見ていただきたいんですが、ちょっとずるいなって多分見ればわかると思いますって感じが、それがちょっと気になりましたね。あとねもう一つ気になったのが、セルビーについてはもうあまりね話すことありませんっていうのがポイントです。その意味は多分見ればわかると思います。ということで、まあ映画はね総合的に言うと良かったです。ちょっと気になるところもあるけどってことですね。で結構ベタな重い話のテーマみたいな感じですけど、まあ、見やすく仕上がってて大人でも子供でも楽しめるっていうね感じの映画だったと思います。まあこれもう誰もが言うようなね表現の仕方ですけどね、まあそこは許してください。はい、でようやくお待たせしました、今回の劇場入場者特典について話していきます。ズバリこれをもらいました。すごいですね、1個はこのパンフレット的な感じかな、1枚だけのやつの、ザルードのもらい方が書いてあるような冊子みたいのをもらうことができます。まあほぼ公式サイトとかと書かれてるのと一緒ですね。でもう1個がこれもあらかじめ言われてましたが、ココのカードですね。こういう袋に入っててそれで、もらうことができますと。はい、これ開けまして、それでまずこのココですね、森の呼び声とかいう技を覚えてて、まあ、これ強いのかどうか私は知りませんがもらえますと。でもう一個がザルードのシリアルコードを書かれたやつですね。この裏面に書いてあるらしいです。まあ、こんな感じでシリアルコード書かれていまして、で受け取り期限は2021年の3月31日ということですので、そこはお気をつけくださいね。で次はね、これよくわかんない、何なんだろう、なんか説明のやつですね。で裏面がこんな感じで、ゲームセンターとかに置いてあるポケモンのゲームについての話ですね、これは。でラストがこのねゲームセンターのゲームで使うやつだと思います。結構こういう感じで厚みがあってですね、こっち裏側だと思いますが、なんかいろいろねステータスみたいなのが書かれておりまして、それで表がね、このザルードの絵が描いております。なんか光沢感全然ないですよ。だからちょっとなんか暗い感じですけど、まあそういうやつがあるという感じでございます。つまりこんだけ、入場者特典あるということでございます。ちなみにですけど、これ私大人分の券と子供分の券買ったんですよ。でそこの映画館にいる劇場の店員さんみたいなところに行ってですね、まあ、自分のね大人分のチケットは普通に自分のね座席予約に使って、もう一個の子供のチケットの方で、これチケットがあるので子供分も受け取れませんかみたいな感じで聞いたら、それはダメらしいですね。まあ当然なんですけど、劇場入場者特典なんでチケットね渡して入る時にもらえるって感じなんで、子供用のチケットとか持っててもちゃんと子供を連れていかないとっていうか、その人がいないと劇場入場者特典もらえませんでした。なのでそこをね私みたいな大きな子供たちはお気をつけくださいね。であと一つねどうしても言いたいことがありまして、まあこれも関係ないんですけど、はい、ここにポン、これ何かというとテラリウム風ドリンクケースって書いてありますけど、テラリウムって私何か分かんないですけど、まあ、とにかくこれ値段見てください。ソフトドリンク M サイズ付きで1400円ですよ。ドリンクですよ。まあこのケースがメインなんでしょうけど、えぐいっすよね、はっきり言って値段だって1400円つったらその前売り券の価格と一緒ですからね、大人の。ちょっと私買ってないんでわかんないですけど、いやーすげーって思いましたね。まあそれはどうでもいいです。こっからトーチャンザルドゲットしていきましょう。タイム。はい、じゃあザルード受け取っていこうと思うんですが、ミスりました。マジでミスった、最悪。これ動画撮れてませんでした。最悪ですから、ここからはもう一度ね、いろいろなもう技とかも全部見て、登場シーンとかも全部見て、リアクションもしきってるんですよね。いや最悪、ごめんなさい本当に。なんでこんな YouTube 何年やってきたんだ、なのに録画ボタンすら押せないというね。いやマジかよ、しかもここめっちゃ重要じゃん、バカじゃねえの俺。なのでもうすでに受け取っちゃってます、ごめんなさい。いや本当最悪、超最高のリアクションしてたのに、自分で言うのもなんですけど、マジかよ、最悪だわ。なのでまあとりあえずザルフードこんな感じです。うわー最高のリアクション見せたかった、嬉しかったのにめっちゃ。でこれで、3V ですね、最高最高最高という感じでございます。じゃあ中身見てきますよ。はい、でこれで、かっこいいザルドですね、2回目のリアクションさせていただきました。でこれプレシャスボールで、レベル70ですね。でそれでここ親名がおこやの森というね、この話もさっきしました、私が取れてないけどねこれ、ですがこれ親名がね、またこれ重要なんですよ、映画と関係があってね、これもまた痺れる内容となってますので、映画で詳しくはね
チェケラしてください。でこの持ち物のこだわりスカーフもね、ございますけども、ちょっとこだわったスカーフ持たせると素早さは上がるが同じ技しか出せなくなるということで、これもね結構ね映画で重要なことになってきます。ですのでやはりそういう意味でこだわりのあるスカーフという意味で出てくるっていう感じですね。なので多分ねこれアイテムとしてのこだわりスカーフっていう感じで出てきてるわけではないですね。ですがここも映画で結構ね面白いポイント、泣けるポイントってなってますので、いやーこれね感動しましたよ私も。ですので見てください、何回も言っちゃうようですけど。でこれで特製リーフガードですね、天気が晴れの時は状態異常にならないということで、これね正直あんまり映画と関係ないですかねでもいいっすよ。で、技はねジャングルヒールとアームハンマーとパワーウィップとエナジーボールでございます。でこれもさっき撮れてない動画で話したんですが、ジャングルヒールね映画とこれも関係ございます。しかも結構ねこれジャングルヒールについていろいろな情報、ございまして、映画見るだけでねジャングルヒールに対する思いもね全然変わってきますね。ジャングルと一体化して自分と場にいる味方の HP と状態を回復するということで、うわこれも言いてー、内容映画の内容とリンクさせて言いてーっていう話なんですけど、そんぐらいね重要なこの説明文自体も映画とリンクしてるというね、さすがゲームフリークと株式会社ポケモンかな。映画作ってのはどこか知らないですけど、まあそんな感じです。で意地っ張りな性格で2020年12月31日、これちょっとずれちゃってますね。でポケモン映画2020、まあ20っていうことですね。でレベル70の時に運命的な出会いをしたようだということでございますと。でこれで昼寝を良くするですね。でここは、なぜかまあウィッシュリボンっていう感じですね。大抵これクラシックリボンみたいな感じになってると思うんですが、これウィッシュリボンどういう意味があるのか知らないですけど、願いが叶うと言われているリボン、ということで、つけた時の名前夢叶いしザルード、ここは正直あんまり関係ないかな映画とは。まあですがリボンもついてるということでございますと。いやとにかくさっきの動画撮れてないってことがね何よりもうざいポイントですが、まあそんな感じです。はい、じゃあこいつね連れ歩きで見ていきたいと思います。まあここもね私さっきもうリアクションしちゃったんですけどね、はいやっていきますよ。でここでさっきもやったんですが、出てく際にはいここで出てくるよここで出てくるよって言いつつ、ここではい出てこない、なぜならば連れ歩きオフにしてるからですねっていうね下りがあったんですよ。ここも人笑い起きてたぞ本当は。なのにこれ撮れてなかったからね、ここも面白ポイントだったの、自分で面白ポイントって言っちゃってますけど、ちょっとポイントだったのにな、見せたかった本当に、マジでうざいわ。はいここでオンにしていきますと。はいじゃあ見ていきますよっていう感じで、まあ見てるんですけど、すげえかっこいい、やっぱいいね、やっぱ何度見てもこいつはかっこいいと。光をめっちゃ吸収するっぽい黒ですね。ただ映画とかではこんな真っ黒じゃないですね。でこの走り方とかもね映画でちゃんと登場しますの でこれもねちゃんとねポイントとなっている、走り方だと思います。まあてな感じで、まあこいつ話しかけると、まあここも私すでに見てるんですが、こういうワーイワーイっていう感じで、まあこれは今までのザルドと一緒ですので、まあ、特にここ関係ないかなっていう感じなんですけど、こここそ関係させようよって思うんですけど、まあそこは置いときましょう、すでに関係があるんでね。いやーいいわ。でもじゃああとねここでねちゃんと戦って内容を見ていきましょうか。はいじゃあ多分出ていっか。さっきはね私バイウールと勝負しまして、バイウールも映画で出てくるんですね。そこでちょっとね話も盛り上がったんですが、それも取れてないと。まあそれはいいですよ。でここもね私さっきはここでジャングルヒールしたんですけど、これジャングルヒールってやって、はいしかしうまく決まらなかったっつってね、とぼけるところの場面があるんすよ。ただこれも食らってないからねジャングルヒールできないっていうね、そういう話の下りもあったんですけど、そこもできないっていう、ごめんなさいあそうだちょっと待って待って、しかもここでこだわりスカーフの効果でジャングルヒールしか出せないというね、相手攻撃してくれないとジャングルヒール使えないという、まあ、マジかよこれ。ジャングルヒールもう一回やってしかしうまく決まらない、ちょっと仲間作りやんだよ、おいおい。ジャングルヒールまた失敗、とっておき、ちょっと待って攻撃相手してこないの、ミストフィールド、おいおい全然攻撃してこねえじゃねえかよ。多分こいつ攻撃技1個しかないっぽいだから逃げます1回最悪だこいつでいいや、アマルスでいきましょう。よしよし。でちなみにですけど、映画館で見てたらその CM みたいのあるじゃないですか、そこで剣盾の CM みたいのが出てくるんですよね。でそれでこういう画面が普通に映るんですけど、映画館でね見るね剣盾の画面、普通にゲーム画面なんですが、やはりね画質が上がったからか、すげえ臨場感で見れて、あれもすごかったなって思いましたね。まあいいや、それはいいとしてジャングルヒールやっていきましょう。またこれはね、うまく決まらなかったなんですが、吹雪当たらない、最悪なんだよこれ、茶番じゃねえかよ本当にちょっと光の壁、おいおい攻撃してこいって、光の壁ちょっと待って攻撃してくれ、ジャングルヒールの PP なくなるわ。あられ、オッケーオッケー、あられ来たね、あられで食らって、それでジャングルヒールやってきますよ。
できますよ。ジャングルヒール、あ、ここ映画で見た、映画で見た、すげえいい、めっちゃいい場面、名シーンですねこれ。はい、で体力が回復したっていう感じになります。このジャングルヒールっていう技もね映画で見どころですので、ぜひね皆さん映画見てください。何回も言ってますけどね、何回も言ってますってこと自体も何回も言ってますけど、最高の映画ですので。私ねポケモン映画なんて十何年ぶりかなに見たんですけど、良かったです。でこのザルード見るとなお良かったんで、ぜひ本当に、今までちょっと見てなかった方も久しぶりに見てください。絶対にあなたの心に響きますよ。テロリストじゃ